有機太陽電池色素、増感太陽電池有機太陽電池の模式図有機太陽電池は、機能性光分子や有機色素による太陽電池。有機物質に適当な条件下で光を照射すると、電圧や電流が生じることはかなり以前から知られており、この現象に関する研究も1950年代から60年代にかけて多数報告されている。 太陽電池への応用は1970年代以降に試みられてきた。1980年代から1990年代にかけて研究は低調だったが2000年代以降活発になりつつある。しかしシリコン等の無機半導体を使用する太陽電池と比較して変換効率、耐久性が著しく劣るため実用化には至っていない。有機太陽電池には 無機半導体を使用する太陽電池と同様の原理で発電する形式と有機色素を使用した形式がある。無機半導体を用いた太陽電池に対し有機物では分子設計の自由度が高いため光吸収層の吸収波長を太陽光に適した分子構造にすることで変換効率を高めることが試みられる。また材料の生成に 多大なエネルギーを必要とする無機半導体と比較して製法が勘弁で生産コストが低くでき着色性や柔軟性などを持たせられるなどの特徴を有する。変換効率や寿命に課題があるが実用化されれば将来の市場で大きなインパクトが期待されるため開発が競われている。 無機半導体による太陽電池と同様に P 型と N 型の半導体を接合した構造を持ち、半導体の性質を利用してエネルギーを持った電子を直接的に電力として取り出す。詳しくは三つ置き電力効果の項を参照のこと。色素増換太陽電池では PN 接合型とは様相が異なる。入射項によって二酸化チタンに吸着された。 色素中の電子が冷気される。この冷気された電子を二酸化チタンを介して電極へと導き直流として取り出す。送り出された電子は外部回路を経由して対抗電極に戻り電極間に挟まれた電解質中のイオンを介して再び色素吸着部へと戻る。変換効率が低く有機太陽電池は紫外線や湿度によって劣化する。ありがとうございます。